ソノンさんのアニメレビュー、堀宮編。お越しいただき、ありがとうございます。ソノンです。どうも、こんにちは、アキナです。今回は、学園、青春、ラブコメ作品の、アニメ、堀宮の紹介です。うん。ネットで見つけた評判と、各話の私の感想を交えながら、ストーリーの内容を、お話ししていきます。はい。それで、ネタバレを含む内容なので、ネタバレを聞きたくない方は、視聴を控えていただけると、助かります。この動画が、ほんの少しでも、いいねと思った方は、グッドボタンか、コメントをいただけると、嬉しいです。まずは、アニメ堀宮の、基本情報を、軽く説明させていただきます。お願いします。2021年冬に放送された、堀宮は、2011年から月刊 G ファンタジーで、掲載されていた漫画が、原作のアニメ作品です。この原作漫画自体も2007年からウェブサイトに掲載された、堀さんと宮村くんという漫画を、原案とした作品だったりします。堀さんと宮村くんは2012年に、インディーズで OVA が制作されています。へぇ。さらに、2021年のアニメ放送と同時期に、ドラマ版の放送もされていました。作品のジャンルは、学園、青春、ラブコメです。ユニークなメディアミックスをされている作品ですね。だねー。それで、あらすじは、片桐高校に通う堀京子は、派手な外見とは裏腹に成績優秀で、家事をこなし、弟の面倒も見る家庭的な高校生。ある日、怪我をした弟、ソータを、見知らぬピアス男が送り届けに来た。その正体は、同じクラスにいる陰気なはずの男子、宮村泉。彼の学校との別人ぶりに驚く反面、家での顔を見られた堀は動揺するが、人見知りするソータが懐いたことがきっかけで、宮村は頻繁に堀家を訪ねるようになる。ウィキペディア参照。ああ、王道のボーイミーツガールな感じですね。うん。それでは、ネットで見つけた評判と、各話の私の感想を交えながら、ストーリーの内容を、お話ししていきます。どうぞー。第1話、あらすじで語られた通り、偶然学校の外で接点を持った、二人の距離が縮まっていく話です。まだ1話なのに、このドミノ倒しのように、人間関係が変化していく流れが、見ていて楽しかったですね。なるほど。ここでネットの評判ですが、私と同じように、距離が近づく流れや、コメディ要素が、楽しいという意見や、時代設定が古臭いとか、そうはならんやろという、突っ込みところが多すぎるという否定意見、いろいろと理由が語られていましたが、賛否が割れていた根底の理由は一つでした。何ですか？ズバリ、ジャンルがラブコメだからです。いやいや、ジャンルの好き嫌いの話なら、嫌いな人は、ネット上にコメントを残す前に、見るのをやめると思うのですけど、うん。ラブコメってさ、ラブ重視とコメディ重視とで、楽しいと思う部分が違うじゃん。まさに、それなんだよね。ああ、ラブ重視の人は、時代背景とかコメディなノリとか、共感できない部分が、ツッコミどころに見えて、楽しめないって意見なのね。うん。基本情報でも触れた通り、2007年生まれの作品だから、ジェネレーションギャップが生まれるのは、しょうがないね。うん。第2話、堀さんに振られ、昇進中の石川くんや、堀さんの親友の雪、生徒会長の仙石と生徒会メンバーなど、堀さんを中心とした、学校の交友関係が描かれる回だね。ふむふむ。この回を見て、この作品を、最後まで楽しめそうだと確信したね。ソノンさん好みのコメディパートでもあったのですか？それもあるが、本命は、生徒会メンバーに、メガネっ子がいたよー。いたよー。いたよー。あわあわしているところが可愛い。ああはいはい、よかったですねー。第3話、3年生に進学した堀さんたちは、新しいクラスでもみんな一緒。でも宮村くんは、自身の過去を思い出して、みんなと一緒にいていいのかな、と、戸惑っているかい。うん。ですが、堀さんの家に行く理由が、ほぼないのに、欠かさず通っていて、もう出来上がっているじゃん、と、にまにましてました。にまにましているソノンさんを想像すると、気持ち悪いわー。ひどい。でも事実だ。受け入れよう。で、人間関係ブレイカー役として、生徒会メンバーのレミという子がいるのですが、人間関係ブレイカー？最初の印象が悪すぎて、後で堀さんたちと仲良くしているのが、ゲセム。ってネットの評判が、ちらほらあったよ。そうなの？彼氏を取られたくなかった、というだけの行動なので、いつまでもギスギスしているよりは、仲良くしている方がいいと、私は思うよ。そうね。第4話、堀さんが体調を崩してしまうのですが、宮村くんが、学校をサボってお見舞いに来ます。この二人、まだ付き合ってないんだぜ。ええー。これはもう、既成事実なのよー、と、にまにましながら見ている、気持ち悪い私。言われる前に言いおった。それと、生徒会メンバーの桜さんが、石川くんのことが気になり出す様子が描かれます。
桜さんの出番が、がっつりあって、私は幸せです。気持ち悪いだろう。先に言われたー。第5話、お見舞いに来た時に、熱で寝込む堀さんに告白し、言い逃げした宮村くん。堀さんは、どんな態度で顔を合わせればいいのか、悩んでしまいます。宮村くん、確信犯だー。そして、堀さんのお父さんが、家族全員から存在に扱われていて、それがとても楽しかったよ。面白いお父さんなのね。うん。ネットの評判に、私も共感したものがあって、学園ものの作品では、体育祭や文化祭、修学旅行など、学校行事を描く作品が大多数の中、家での日常的な出来事を、面白おかしく描くところが、本作品らしさとなっていて、そこがいいよね。確かに、学校行事を描く作品は多いですものね。第6話、堀家に出入りする宮村くんが、同級生に目撃されて、同級生たちが騒ぎ出す回だね。ついにバレましたね。こうやって積み上げられていく既成事実に、キュンキュンしつつも、小ボケの連続で、すごく濃く面白い回なのよ。へぇ。小ボケの中心にいる、堀さんのお父さんが、何をやっても面白いのが、ほんとずるいわー。堀さんのお父さんが、お気に入りキャラみたいですねー。うん。第7話、石川くんのことが好きな桜さんは、ほんの少し勇気を出して、積極的な行動に出ます。うん。石川くんの声で、聞きたい単語を、誘導尋問で引き出そうとしちゃう、桜さんの不器用さ。そこも素敵よー。ほんの少しの勇気な感じが伝わってくるのですね。うん。それとは別で、宮村くんが用事で一週間の不在となり、連絡も取れなくなって、堀さんが不安になります。そして宮村くんが戻ってきて、寂しさを埋めるように、二人は一線を越えちゃう。堀宮。かん。いやいや、勝手に終わらせないでください。そう言われても、次の8話以降は、堀さんと宮村くんの出番が、激減するんだよ。マジでー？マジでー。では、第8話、生徒会メンバーの仙国くんとレミちゃんが、付き合うことになった出来事が描かれます。それと、告白を断る口実として、雪が石川くんに、仮の彼氏を頼む回ですね。あれ？本当に堀さんと宮村くんの出番が、減っているのですね。うん。少しイチャイチャしているシーンがあるだけで、それ以外の出番は、少ないよ。おう？第9話、中学校の同級生と、偶然再会した宮村くん。その同級生との、気まずい雰囲気が、堀さんも関わることで、和らぐ話だね。この回の堀さんのイメージが、極悪で笑ったよ。なんだー、8話以降は、堀さんと宮村くんの出番が減ると言っていたのに、ちゃんと堀さんと宮村くんがメインの回があるじゃないですか。甘いな、この回のメインは、中学校の同級生さんなのだよ。なん？だと？第10話、付き合っているふりをし続けている雪と石川くん。そんな二人の状況に疑問を持つ、石川くんが好きな桜さん。そして、桜さんは石川くんに告白をする。すごーく、勝ち目の薄い勝負の気配が、ビンビンしますよ。ああ、だから言わせてほしい。桜さん、私はメガネっ子の味方です。その言葉が結末を語ってますよ。第11話、堀さんと宮村くんの交友関係に、柳くんも加わり、いつの間にか、生徒会室がみんなの集会所になってます。そうなんだ。そんな中、井浦くんは堀さんに、中学生の妹の、受験勉強を見てほしいと頼みます。ちなみに柳くんは、メガネの似合うイケメンさんなのですよ。そのんさんは、メガネをかけていれば、見境なしですか？いつか、メガネ男子の魅力も語りたいですね。気持ち悪いだろう。また先に言われた。第12話、12月、もうすぐクリスマスがやってくる話です。学校の行事は描かないけど、クリスマスは描きます。なぜなら、宮村くんがケーキ屋で働いているから。なるほど。当然、ケーキ屋はクリスマス前は忙しいので、堀さんと一緒にいる時間が減ります。当然ね。だから、宮村くんが時間を作って会いに行くと、堀家で宮村くんがアイドル化しているのが楽しいです。そして、堀さんの寂しい気持ちを埋める、甘い言葉が描かれて、キュンキュンが止まりません。甘い言葉の内容が、気になりますー。第13話、卒業シーズンの話です。行動を起こさず、堀さんたちとの交友関係がなかったらと、宮村くんが自身の変化を、考える様子が描かれます。が、このメンツが放っておくとは思えないので、こういう関係がないなんてことは、起こらないと思ったよ。それくらい、宮村くんに良い影響を与えた関係ってことね。うん。そして、最後なのに堀さんいじりの連発に、堀さんのお父さんも参戦で、カオスになるのが笑えるよ。笑って終われるのは、良いことよ。通常のラブコメ要素に加えて、BL っぽさや、ユリっぽさに、シスコンとか、何気に色々な要素が含まれている。楽しい作品だったよ。そうなのね。そして、最後にこれだけは言わせてほしい。なんでしょう？本作品で、明確に負けヒロイン扱いの桜さん。
だがしかし、ある点では勝者である。メガネっ子だから、ソノンさん的に負けてないって言いたいの？それもあるけど、夏服になった時に、スレンダー美人ばかりの本作品の中で、桜さんは、随一のダイナマイトだったのですよ。自分が最低な発言をしている、自覚はありますか？ウィキペディアにも記載があったのだけど、なんと？次回予告。6等分の無色。タプーをもらいました。メガネの美少女にしか見えない。この中のどれかです。次回予告もメガネって言い出したわー。この先も、視聴した作品の感想を語っていく予定です。ご視聴ありがとうございました。ちなみに、今回のアニメ作品の評価は、10点満点中、何点ですか？ 6 点です。面白かったですね。